2017年のマイケルズ・アル・マイケルズは、アメリカ合衆国のスポーツ実況アナウンサー。ニューヨークシブルク・クリンク出身。これまで、エミー賞のスポーツ実況部門を6回受賞している。1968年、ハワイでアナウンサーとしてのキャリアをスタート。1971年には本土に戻り MLB、新シシナティレッツ、および NFL オン・ NBC の実況を担当する。 1972年には、レッツがワールドシリーズに進出したことにより、その実況を担当。また、札幌オリンピックで来日し、アイスホッケーを実況している。1974年から1976年まで、MLB サンフランシスコジャイアンツ。1975年には、NFL オン、CBS の実況も担当した。1977年、 ABC と契約、様々なスポーツの実況に携わる。代表的なものとして、1980年のレイクプラシットオリンピックのアイスホッケー競技、アメリカ対ソビエト連邦戦、1989年のワールドシリーズ、1986年から20年に渡り、実況を務めたマンデーナイトフットボールなど、全米4大メジャースポーツの優勝決定戦べてを実況。 同一シーズンでスーパーボールとワールドシリーズの両方を実況した初のアナウンサーでもある。2006年、アルマイケルズは NBC に移籍、NBC サンデーナイトフットボールを担当することになった。これは ABC が前年の2005年をもって MNF から撤退し、ABC と同じディズニー参加で2005年まで SNF を中継していた ESPN に 同時に SNF を中継していた ESPN が NBC にそれぞれ放送権を譲渡したことに伴うものである。なお、アル・マイケルズの遺跡に伴い、ABC で2002年からコンビを組んでいた解説のジョン・マッテインも同時に NBC に移籍した。この結果、NBC の親会社、NBC ユニバーサルは、参加の NBC が放映権を保有しているオリンピックの放映権の うちハイライト番組放映権を ESPN に、ウォルト・ディズニーが制作していたにもかかわらず、参加のユニバーサル・ピクチャーズが権利を保有していた、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットをディズニーに、それぞれ譲渡している。マッテンが解説を引退した2009年以降は、ありがとうございます。